フォレストだっけが、あのステージでは。あ、これマザーズウェディング。妖怪の神殿が神殿で、こっちの方があのあれやね。スケボの武器あったらさよなら。レイス、お無理。今日見てる、分かったでしょ。レイス使いってまっとうな人いる？いないから。透明でその辺うろうろしてキャンプするっていう。エコさ抜群。そうすると、心音聞こえないから、人が来るから。ゼロチャンネル。もうおなじみの。なんだっけ、あーエクスフューションなのか。発電機回る前から捕まったら勝てないから、さよなら。だって面白くないゲームじゃんこれ。じゃあ頑張れよチェイスって話だ。3人が、俺も含めた他の人のチェイスの時間が増えちゃうよ。無理だ、俺いけないの。夫になってるし。もう。夫の方が働くんじゃねえこれ。夫の方が働くんじゃねえ。このホワイトは最悪だよな。発電機しか回さねえやつってマジで気分悪い。まあ、手が離れました、すみません。ボタン間違って手が離れました。わざとではありません。くれぐれも。ただ単に離しちゃった。疲れたって、彼が指に疲れてるから出てるんでしょ。もう、夫に頑張ってもらうしかねえわ。夫が頑張ってくれれば奇跡は。いや、開けてるやついるよ、これよ。誰やねん、ボットじゃねえか、あれよ。開けてるやつ。で、この発電機マシーンドワイトの腹立つからやらせるか。いやー、発電機マシーンって奇跡やな。もうムカつき止まんねえわこれ。ムカつく。やんない。発電機マシーンとかムカつくから、こいつら成敗しなきゃいけねえ。電気マシーンはもう仕事しろっつう話だよ。ほら、発電機マシーン奇跡だろと、モレルがやってんだぜ、救助。ホワイトみたいなのダメよ。ほんと人の救助する姿勢がない。ほんと呆れるわ、人の救助をする気持ちがないって。人の救助治療というのを行わない。人の立場に立てない。何これ時間がないんだったら、俺らの方がチェイスうまいかも、俺らよりも。この発電機マシーンだけは許せねえわ。頑張っても無理、発電機マシーンにさせろ。こと。仕事サボってるやつだから、救助っていう仕事。恐ろしいやつだと思う。救助しねえっての。その救助はしなくていい。発電機だけ回せばいい。
僕ら5代目とかはもうそれ捨てよもう。あ、漏れる人間だったらな、ホワイトっていうヤバいやついるから人間的に。自分さえ良ければいいの、ゴミみたいな。こんなやつは捨てろ、言うとな。これ違うだろ、そう、救うゲームなんだよ、基本的に。俺ね、勝手にセルギアやっちゃうから、もう捨ててる。やんないよ。残り1台になったら考える。それまではもう無駄だからやんない。自分がやめたゲームはもう力入れない。こういうのはね、頑張ってやっても罠だから。最後ドワイトが笑うっていうね、絶対そんな展開になりそうだからもうやんね。パトリンキマシンだけが笑うなんかマジ勘弁。マジンドワイトは頑張っていただいて、ドワイトの願い通り救助行かなくていいんでしょ。発電機だけ回してればいい。わかりました、願い通り救助行きません。あ、行かないですよ、発電機マシンは行かない。この試合は俺は捨ててるから。何回も救助に来いって俺は願ったけど、こいつはいらねえらしいから喜んで喜んで喜んで、さよなら、ドワイト。さよなら。どこにいるんだろう？それ、ドワイトどこにいるんだろう？あれ？おかしいな。あれ？これ、究極の武器で目くらまし食らってるわ。おかしい、見えない。究極の武器で目くらまし食らってるわ、俺。おかしいなぁ、目くらまし食らってるわ。究極の武器ってすげえなぁ。見えないわ、ドワイトが。おかしいなぁ。人を救わない人って、悩みに。あ、俺も救わないよ、ドワイトは。あ、やんない。これもう俺はゲームとしては終わってると思ってるからやらない。こいつが得するゲームにはしない。当てる行きマシンなんかマジでもう話になる。こいつが得して俺が損する。あっぴらごめん。ここのやつはわかんねえ。おい。ダルマン、あ、ここなんだ。あ、でもこれで見つかりそう。さねえやつだしゅん。ホワイトだからもうダメでしょ。他ねえから無理よ。ホワイトだからもうどうしようか。期待できない。ダメなやつ。そうだよな。殺しとくダメやな。バレちゃうか。くよ。近づいてくるやつ。もうダメ。こんなやつがいる瞬間でもう無理ってわかるもんね。
ほんと、ほら、こういうやついるだろ？もうね、具合悪くなってくるもん、こういうやつってもう。圧力しか回さねえから、裏切り者だから、チームの。チーム内の裏切り者だから。やることは人の位置を知らせるっていうキラーに対して、チームプレイをかけらもしてくれないっていう。寄ってきてんだよ、この、こいつ。ほら、こんなやつだぜ。だから嫌いなの、発電機マシンって。チームプレイもしない。この状況で救助してくれって、どういう神経なんだろうね。治療してくれって。やんねえよ、こいつには。見つかったら屈伸でもしてやるよ、お前の前で。目の前で。こんなやつと。ほら。待って。どんがよ。人間性がもう、あれだから、これ。わかってる、こう。嵐みたいなプレイヤーの気持ちをこういう自分さえ良ければいいタイプやべえやつの分かってる分かりきってるやばいやつのここだな。プレイヤーの動きは分かってっから。ほんと人間としてやばいと思うよ。人の救助はしないと。自分が困ったら助けてください。この二人盤面で。見つかっても俺はしないから絶対。こいつの救助。こんな奴の救助はしない。かけらも。見つかってチームが負けになってもこいつはいいと思ってる。よし、これがヒロさん、デッドマンです。汚いサバイバー、悪質サバイバーに負けない。世界が気持ち悪いと思うな。ドワイトのプレイ、仲間を裏切る行動。俺のはずっと終始言ってるのは、チームを思えないよ、君を助けないと言ってるんだよ。女神が微笑んだのは俺。薄汚いプレイされて、それでもヒロちゃんはチームのために戦い続けた。気持ちいい！通報。自分さえ良ければっていう心が見えてるやつはダメよ。だから、俺が終始言ってたのはチームプレイしてないでしょって言ってんだ、自分。あなたは。それで勝ったんだから、ヒロちゃんが。勝ったね、ヒロちゃん。勝負強さの塊。ハッチ戦に強き男。ヒロちゃんがいればチームは勝つ。キラーも大体さ、吊るせっていう男らしく。吊るしてからやれよ。完全な勝ちを目指してる。そんな配信者は評価しないよ。こんなキラーも全世界の。吊って勝負を決めろ。男らしく。ちゃんと戦え、吊ってから。吊りなさい、もう全キラーが。吊らなかったらもう基本的にはもう勝ちと認められないよ、半分ぐらいは。まあ、半分は認めてもいいけど。あれはダメね、あの、人を担いで、あの、起こさせるのを、何回もやるの、やつは。あれはモラル的にはもうダメ。あれは違反行為やね。釣らないは別に違反行為ではないけど。勝ちましたね、ヒロちゃんが。バスターヒロちゃん。逆境に負けずに勝ちました。逆境に負けない男。
このドワイトのやつって色が黄色と緑かもしれないけど、自分で考えてみな。同じ立場に立ってみて。あっち狙ってんのに寄ってくるやついいんだよ。呆れ返るわ。自分のことしか考えてないで、キラーに